プレイステーション VR はソニーインタラクティブエンタテインメントが2016年10月13日に発売したプレイステーション4とプレイステーション5用バーチャルリアリティヘッドセット UKL1920-080 ディスプレイ RGB 部分画素配列でコンテンツを最大 120fps で表示できる2016年第3回 Yahoo 検索対象プロダクトカテゴリー 家電部門賞を受賞。全世界類型売上台数が2019年の時点で500万台を達成。ソニーのヘッドマウントディスプレイの技術は1990年代に遡る。1997年に初の商品化としてグラストロンを発売した。2014年初期、旧ソニーコンピュータエンターテインメントの研究開発技術者アントン・ミハイロフは、 自身のチームによるプロジェクトモーフィアスの開発に3年以上費やしていると発言した。2009年6月にプレイステーション3の周辺機器であるムーブを披露した時、思考の中の定義されていない未来のヘッドマウントディスプレイ技術として設計したとして VR はコモディ,ティ化していないが我々は VR コントローラーとして使用を決め制作した。 技術者として我々は間違っていないと言った。この時、我々には、作業可能なコンシューマレベルのプロジェクトはなかったが、明確に試行内の視野として設計したと述べている。2014年3月18日、ゲームデベロッパーズコンファレンスにおいて、プロジェクトモルフェウスとして、初めて発表され、試作機が披露された。キュースワールドワイドスタジオ代表取締役会長の、 吉田周辺はプロジェクトモーフィアスをプレイステーションによる次世代イノベーションで未来のゲームの最先端になると述べている。旧スは2015年の GDC でも新情報を発表し、公式サイトに今後の公式予定と更新された仕様を掲載した。2015年9月15日、死者、プレスコンファレンス2015において、 正式名称がプレイステーション VR に決定したことが発表された。2016年3月15日 GDC において全世界で2016年10月に発売予定であることが発表された。最初にデモンストレーションされたのはザ・トゥ・ナイトショースターリングジミ r ファロンでザ・キャッスルがプレイされた時で2014年の E3 の間もプレイできた。 2014年11月にラスベガスで開催されたソニープレイステーションエクスペリエンスエキスポにも登場した PSVR にも PS4 本体と同様にシステムソフトウェアが存在するありがとうございます